合図を送るにもまずはあの飲んだくれを叩き起こさないとな。バーキッドを同時に何匹か火炙りにしてやれば悲鳴で目を覚ますだろう。ファイヤー系の武器はあるな。死んでるし。ああ、よう、クリムゾンレーダーズへようこそ。手間かけさせて悪かったな。昨日ブラッドウィングと二人でハイペリオンのコンボイ部隊を襲ってな。その芝居に盛り上がっちまってなあ、ブラッド。落ち着けって。さて、ハイペリオン社の列車がツンドラエクスプレスの線路を走ってるんだが、俺の入手した情報が正しければそこにボルトの鍵が積まれてるって話だ。俺からのアドバイス。そうだな、とっとと鍵をいただいて戻って酒飲んでぶっ倒れちまえ。ボルトの鍵がなければ俺に行くやつ。列車を制圧する。俺の鍵を力を貸してくれ。寝てなさい。タイニーティナと話をしてくれ。
殺したわけだ。だが気に病む必要はねえ。実はとっておきの銃を何丁かガレージに隠してあってな。俺をぶっ殺すぐらい悪な貴様に使われるなら帰って本望ってもんよ。いかにも罠っぽいだろうが、ここは一つ俺を信じてみちゃくれねえか。ストーカーとパンディットがダンス、これは愉快とストーカーボン。バイバイバイ。あ、こんちゃん。ローランドから聞いてるよ。彼には借りもあるし手伝ってあげちゃう。列車をハイジャックしたいんでしょ。私のレディーたちにかかればそんなの朝飯かい、うん。ふの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 。これが絶頂マーシーで、こっちがシリガル・フェリシア。このセクシーな彼女たちが列車を止めてくれるってわけ。でも彼女たちの大事なボディは盗まれちゃった。ねえ、取り返してきて。お昼寝てなおさん。少々変わってるが、バンドラで最も腕のいい爆弾職人だ。とにかく彼女の言うことを聞いてやってくれ。そうすればきっと列車の乗っ取りを手伝ってくれる。マガジンをくれ。Thank you.
とボリューム満点のお尻が魅力よ。Get the other one! Get the other one!
Hmm.